サミー・チェンは中華圏芸能界で活動する女性歌手、女優。英文表記はサミー・チェン。血液型は O 型、獅子座。身長165センチメートル。香港出身。家族は両親と姉3人、弟1人。夫は香港の歌手アンディホイ。 宗教はプロテスタント。趣味は旅行、音楽鑑賞など。16歳の時に参加したオーディションで認められ、芸能界入り。数多くのドラマ、映画に出演し、アルバムも多数発表している。バラードからテクノポップまで幅広いジャンルを歌える実力を持つ。女優としては、アンディ・ラウトの名コンビで人気を博し、コメディ映画の女王と歌われたが、2005年には、 初の文芸映画にも挑戦、話題を呼んだ。その直後、心身の不調が噂されるようになり、芸能活動をほぼ全面的に停止し休養していたが、2007年より歌手活動を再開している。新日課で日本語は日常会話程度話せる、プライベートでよく来日するという。マンゴーが好物。サミー・チェンは16歳の年に第7回新集歌唱大祭に参加し、 感一杯を歌って、同賞を獲得。サミー・チェンの演芸能力は、賞賛を受けて、すぐさま多くの音楽番組への参加、TV ドラマまた、映画の出演への機会を得て、重要な役を演じたりと、彼女の演芸の才能を全面に発揮した。サミー・チェンは極めて高い容姿を持っており、素晴らしい演芸には、花がある。今まで出した、どのアルバムも、 サミー・チェンの斬新で鮮明なイメージが現れていて、レコード業界の人、各マスコミや大衆の関心と称賛を勝ち取った。サミー・チェンは時代の流れを読み取る鋭さを持ち、さらに彼女個人チャレンジする性格でもあり、彼女は香港10代決出ファッションの一人に選ばれたりした。彼女のファッションは個性があり、カメラマンによって広められた魅力で、彼女は 多くの若者の模範の対象になった。サミー・チェンは努力を怠らない信念で1日1日熟練された歌唱テクニックになり、広いファンの支持と敬愛を獲得し、流行ポップス界での強固な地位を作ることに成功した。1993年、関東語のアルバム、大報復案ア,アイフォア,アイでサザン・オールスターズのリンドンと大摩巻のちょっとなどをカバー。 ディンドンのカバー曲は、テい、ちょっとのカバー曲は、ちょっととうとうで、大報復の歌詞カードでは作曲者が、カン・チンホとなっているが、小田哲郎が正しい。サミー・チェンは95年末にワーナー・ミュージックに移籍し、最新国語アルバム、ステフトクを出して、個人の実力加えて、周到な発展計画によって、サミー・チェンは誰もが認める香港音楽界の未来の、 天候となった。そして、事業の診断会が始まり、サミー・チェンは大手電気グループ、学生杯に気に入られ、広告のイメージキャラクターになった。さらに彼女のアルバム同盟曲の、ステフトクは、CM のテーマソングにもなった。サミー・チェンが新会社に移籍してからの初の主題歌、男シーマテン、今後は、4つのラジオ局及び TV 局の、 ヒットチャートに同時に1位の座に着くなど、彼女はかつてない立派な成績を作った。このアルバム内の多くの曲はまた、中国、香港カラオケヒット曲となり、ステフトクは、さらに、カラオケヒットチャートに16週1位となった。その他に、フッツオフケツはチャート1位に8週ランクインしました。サミー・チェンの初の国語アルバム、アタイドクは、台湾で、 アイフッピーチャートの周囲を6週間もの間独占した。1996年には初めて、香港紅れ医師館定域館で、個人演唱会、X 派対応を行い、全8会場がいっぱいになった。そして熱烈な反響によって、翌年また16会場で、サンミスター賞演唱会が行われ、自分の個人記録を作った。99年に、サミーチェンは再び、 香港くれない、医師館定員区館で、個人演奏会、アイコンサートを行い、全8会場が満員で、反応は良好だった。2000年最初に、台北、台中で行われた演奏会は、各会で絶賛を受けた。2000年に入り、サミー・チェンは、映画、ニー・リング・ユーと、夏日ママチャへの出演で、さらに絶賛され、各東南アジア地区では、 工業成績トップ。そして、香港の工業成績はすでに6000万もの記録に迫っていた。そして、ニーディング・ユービデオ CD の売り上げは二十数万枚もの成績だった。サミー・チェンはさらに、ニーディング・ユー中の素晴らしい演技によって、金馬ス進ムの最優秀主演女優賞にノミネートされた。広東語アルバム、レディースファースト内の多くの曲。 例えば、感情戦場、レディースファーストとかは、中国、香港カラオケヒット曲になった。そしてサミーチェーンは、か MTV 中の力強い歌、熱いダンスでさらにブームが湧き起こった。ありがとうございます。